加藤沢男は、日本の体操選手、体操コーチ。学位は、体育学習士。公益財団法人日本体操協会顧問、筑波大学名誉教授、白鸚大学名誉教授、文化功労者。筑波大学体育科学系教授、筑波大学大学院人間総合科学、研究科教授、財団法人日本体操協会理事、白鸚大学教育学部教授、 白王大学教育学部スポーツ健康専攻、専攻長などを歴任した。1968年メキシコシティオリンピック1972年ミュンヘンオリンピック1976年モントリオールオリンピックの体操競技に出場し8個の金メダルを含む計12個のメダルを獲得した。モントリオールオリンピックでは日本選手団首相を務めた。その後、 つくば大学や白鸚大学で指導に当たった。新潟県五選市出身。中学から体操を始め、新潟県立新潟南高等学校から東京教育大学に進学。1970年3月、東京教育大学の体育学部体育学科を卒業した。1974年3月、東京教育大学の大学院体育研究科にて修士課程を修了した。 大学4年生の1968年、メキシコシティオリンピック男子体操チームのメンバーに選ばれ、アキレス腱を痛めながらも、ソ連のミハイル・ボローニンとの接戦の末個人総合で最初の金メダルを獲得し、さらに床と団体でも優勝を果たす。以来、三大会連続でオリンピックに出場。六種目やってこその体操を心情として、猛練習を重ね、 ソ連のニコライ・アンドリアノフラと激しい覇権争いを繰り広げた。1960年ローマオリンピックから1976年モントリオールオリンピックまで続いた男子体操チームのオリンピック団体5連覇のうち3大会でメンバーとして出場した。自身がオリンピックで獲得した金メダルの数は8個に及び、これは日本選手としては最多の獲得数である。特に 個人総合のオリンピックに連覇を達成した選手は、イタリアのアルベルト・ブラリア、ソビエト連邦のビクトル・チュ林カリン、日本の内村公平と、加藤沢男の4人のみである。後輩の塚原光男、笠松茂が難易度の高いオリジナル演技を自ら、開発、演技するのに比べ、加藤の演技は、美しさを追求するものである。モントリオール大会における、平行棒の演技では、 フィニッシュの2回中帰りの最中でも足のつま先を伸ばしたままの姿勢を維持していた。これは体操の教科書となる演技と言われ、このような美しさを追求した演技が後輩の選手たちにも大きな影響を与えている。1999年5月、国際スポーツ記者協会が選んだ20世紀を代表する25選手に日本人ではただ一人選出された。 2000年シドニーオリンピック時には選手村内の道路の一つが沢岡東ストリートと名付けられた2001年に国際体操殿堂入り1977年に引退筑波大学コーチに就任1993年に国際体操連盟の男子体操技術委員に就任2012年12月の退任まで副委員長などを歴任しながら 採点規則の改定などに尽力する。国内では1999年から筑波大学の教授に就任し、体操協議部の顧問を務める。2010年3月か議事で筑波大を退職し、4月から白鴎大学教授に就任。2013年からは新公益財団法人としての日本体操協会の評議員を務める。二千二十年文化功労者検証。 加藤の獲得した金メダル。左が1972ミュンヘン、右が1976モントリオール文化、功労者憲章に際して、文部科学省により公表された、肖像写真。ありがとうございます。